写真部しよう。写真部開始結成。 A の見つけたから、うん、見てあれ。ほら、なんかライトが光っとる。そう、ライト見えるし、こっち神戸方面の夜景が、夜景がそうそうそう見えるから、これをちょっと一回撮ってみよう。完全にやりたいだけ、うんうん。ちなみにね、あのここは何やったっけ、恋人のなんとかです。邪魔しに行ってしまうね。あ、ラバーズサンクチュアリです。こちらラバーズサンクチュアリ。マニュアルで挑戦してみましょうか。うわ、すごい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 、こんなんちかな。すごいすごい、ぼやぼや、綺麗な玉がぼやぼやしてるだけや。これやな、携帯の方が綺麗やもん。なんのこっちゃって、なんのこっちゃの心霊写真やないか、うん、こういうのが撮れないの。使いこなしてないな、かっこいい。もうちょっとあの一眼ポイントじゃんポイント。ちょっと夜景チャレンジ、夜景行こうか。夜景と月もいい感じで今日出とるで、うん、iPhone はねすっごい綺麗に映ってる。橋が電気消えてます。そうですね。なんのこっちゃやん、なんのこっちゃやで。カメラの使い方がわからへんわ。見ておじさんがケツかきながらわからへんわっつって。全然わからへんわ、わからへんわ。もうちょっと明るいとこ行く。反応ができん。あれかな、夜はまだハードル高いかな。それ高いよ、高いな、ハードル。おもろいやん。この最先端のカメラ。おお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 完全に。なんで？なんで？消えた。お、いいやん。綺麗に撮れたな。綺麗に撮れたやん。うん。もっとよろしいじゃない。ようやく。カメラむずいな。めっちゃむずい。今日昼間もう動画これでちょっとだけ撮ってみたらさ、やっぱ光が入りすぎてさ、もう真っ白になっちゃって。勉強が必要これ。そりゃそうやな。うん。いやでも。勉強します。はい、よろしくお願いします。はい。はい